戦国時代に芸予諸島で活躍した村上海賊の主要家系のうちの一つ、来島村上氏。その重臣の村上越後の神に向けて、武将毛利元就が送った書状が新しく見つかり、村上海賊ミュージアムで公開されています。初公開の村上越後の神宛て毛利元就書状。戦国時代、中国地方を支配した武将毛利元就から来島村上氏の重臣村上越後の神に宛てられた書状です。来島村上氏は芸予諸島で活躍した村上海賊の能島、来島、因島の3家のうちの一つ。村上越後の神は来島村上氏の重臣の中でも中心的な存在で、江戸時代の来島家では家老と認識されている人物です。越後の神に関する資料は極めて少ないことから、本人の名前は未だ断定されておらず、生没年や人物像も分かっていません。この書状については、先祖からの言い伝えや記録などをまとめたもので、村上越後の神家に代々伝わる京塚村上文書の中にあると考えられていましたが、その文書自体が行方不明でした。しかし、古書店でこの書状を購入していた広島県呉市在住の男性が、来島村上氏関連の企画展の開催を知り、ミュージアムに情報を提供。専門家や学芸員が写真と実物で検証し、急遽展示が決まりました。2月10日に送られたとされるこの書状には、年頭の挨拶を述べるとともに、太刀1本と1000文、現在でいうおよそ10万円を送ったことなどが記されています。形式的な内容ですが、越後の神と元就が直接やり取りをしていたことがわかります。書状を検証した村上海賊研究の第一人者で伊予師団会の山内譲会長は、伝来の背景や花押の形状、文書の内容などから判断して毛利元就の書状と考えて間違いないとコメント。越後の神が来島村上氏の重臣というだけでなく、一人の独立した海賊衆として見られていたことがわかると評価しています。村上海賊ミュージアムの学芸員は、今後毛利氏と来島村上氏の研究を進める上で貴重な手がかりとなる、長年謎の多かった越後の神について少しでも知ってもらえればと話しています。このほかミュージアムでは、初公開となる江戸時代の来島村上氏当主来島道春が記した書状も展示。村上海賊三家の中で唯一大名となった来島村上氏が、海賊から大名になるまでに焦点を当てて紹介しています。学芸員は、前回の企画展から10年近く経過し、調査研究も大幅に進んだ、今後さらに来島村上氏にスポットを当てていきたいと話し、来場を呼びかけています。初公開となる来島村上氏の貴重な資料は、来年1月17日まで村上海賊ミュージアムで見ることができます。